日刊現代週末レース予想の時間です。今週も武田さんと、そして電話の向こうはどの方でしょうか。よろしくお願いいたします。まずはい、私はいつも通り、はい、ですが、はい、今回は大谷君たっての希望で、はい、お休みです、はい、代わりに来るのは誰かな。じゃあ自己紹介どうぞ。はい、くのいち的中術が言えなかった、マリナ記者でございます。はい、はい、マリナ記者が電話の向こうに今日は登場ということで大丈夫かな。いやでも、ね、めちゃくちゃ緊張しております。でも予想はもうさ完璧でしょ。最近よう当たるね。当たるよね、うん、素晴らしいじゃないですか。なぜでしょうね。なぜですかね。なんか AJC に始まり、はい、まあ共に2着だったけどネギシステークスと、シルクロードか、うん、で川崎記念、はい、で先週、これね先週の週面これですけど、はい、東京新聞杯と如月賞、もう、うん、完璧じゃないですか。イルシーパンサーとマテンロレオですよね。共に勝っちゃったからまたびっくりよ。これはね本当登場させないとね、ね、現代競馬のファンの方はねあれですよ、やっと出てきたかっていう感じだと思いますよ。もうジジイの出番ないよもう結局本当にマリナ記者が先週も一番当たったってことですね。そうね ということで、喜びをかみしめながら先週の二重賞を振り返ってもらいましょう。はい、そうですね、はい、東京新聞杯、まあ、まずイルーシブパンサーね、はい、強かったなこれも、うん、強かったですね。思ってた以上に、うん、本当思ってた以上、はい、そうですね、はい、なんかその前のノベンバーステークスは、まあ、結構まだ足を残してたとかいうコメントだったんで、重傷でもいけるかなと思っての本命だったんですけれども強かったですね、うん、なんかまだまだ伸びるな、うん、4歳馬だしね、ま、そうですね、やっぱ4歳ですね、はい、うんうん、あれだけ見たらひょっとしたら安田記念でもいいとこあるだろうぐらいの感じはしましたね、はい、うん、ではい、つらぎ賞はマテンローレオ、うん、マテンローレオ本命は、はい、マテンローレオ、うん、はい、はい、いやこちらはあれですね、大飛びの走法で直線長い方がいいかなと思っての本命だったんですけども、うん、バッチリハマった感じですね。中京代わりが当たる時ってのはね、うん、何にやってもバッチリハマんのよ、はい、本当にね、本当ね、うん、でもね、なんかノリさんの勢いはあるかなっていうのは、ね、そう、それはね、ちょっと思えるんだけど、なんかそのストライドの長さに着目するの偉いなと思いました。ありがとうございます。素晴らしいですこの世界の大先輩からの、はい、いやいやいや、とんでもないですよ、はい、嬉しいです素晴らしいですね、まあ、はい、本当よく当たりますねとしか言いようがないな、ね、マリナがまたまた大当たりっていう記事まで出ちゃうんだからそう、それね、ちなみにね、うん、書いたの俺だよそうなんだ。一番ね、正直嫌な仕事でもあるまあそうですね、自分が当てたい、はい、そうだと思います、はい、舞台裏はそうです、はい、まあでも書くしかないぐらいもうマリナ記者が素晴らしいと、うん、これね絶対本当にね、皆さん見ている方は今週何になるんだろうって期待してると思うのでね、そうね、はい、ぜひぜひそのあたりも楽しみにしていただければと思います。まあどの記者も結構ね、本当に一時的なバカ当たりってあるのよ、うん、はい、今それだ
いやいやいや、わかんないじゃないですか。これ結構続くかもしれないじゃないですか。いや別にだから2、3週とか行ってるんじゃなくて、まあそれが1ヶ月続いたり2ヶ月続いたり、まあ、この春のシーズンはこの汽車の季節だったなみたいなね、まあそういう後のもかあらりま振りすよ返るとね。ね、俺にもあった過去には。あったんだ。あったよ、 もう30年近くやってんだから まあまあないとね、それも ね、あうん。れですね。でまあ東京新聞杯ですけど、まあイルーシブパンサーの残り400から200の足は本当にすごかったな、ここ。なんかね、ここで一気に差を詰めたっていうのが、いや、ちょっと相当切れるな、こいつは、というのが、まあ僕の感想です。本命空手。まあ空手もそうだけど、あの2着、ファイ目ン黒ルージュ、さんがね、ファインルージュさんね。ファインルージュ、押してましたけど、まあちょっとスムーズにいかんかったな。そうですね。まあでもちょっとイルーシブパンサーが強いなっていう印象まあの方確が、かに、強かったレースでもあったかなって感じでスしたムーね。ズにいってどこまでだったな。そうですね。まあ、アルメールさんもなかなかね。ねえ、なかなかあれですね。目が開かないというか、なんていうかね。本当。で、如月賞は？私、本命、ここも2着止まりだったな、そうダでンすデスね、ビュダンデー。スピューで、マテンローレオが勝ちました。まあでもこのレースに関してはあんまり正直言うことないわ。なんかちょっと先につながりそうなイメージはあんまり湧かなかったってのが正直なとこですね。まあこれで、困窮者、ノリさん、摩天楼、これがまあ新山記念と如月賞を制して、まあ両方こうやってうまいこと距離のね、カテゴリー違いで2頭出てくんだなぐらいに思ったけど。なんかもうこの勝負服っていう、なんか覚えたっていう感じがありますよね。そしてノリさん、そして困窮者。あと引っ越しセンターですね。素晴らしいですね。ということで、共同通信杯にしましょうか。まあ、いつものようにね、大谷記者の印には特に今回触れません。まあ、私の本命一応ジオグリフなんですけど、まあ当然私よりも先に、まあマリナ記者の本命が、朝日杯3着のダノンスコーピオンということで、まあ伺いましょう、理由を。朝日杯3着、前走、G1 でもやっぱり、半馬身差の3着ということで、能力はあるなと、最後、伸びを見せてたんで、重賞なら、まあ、やれるんじゃないかなと、あと、それと2走前のハリーステークスで、こちらを任した、キラーアビリティ。これ自走のホープフルステークスで快勝してるので、まあ力関係的にやれてもという感じですね。なんか結構追い切りごと川田ジョッキーのコメント辛かったみたいだな。そうですね。ちょっとそ内こがにちょっ刺と、さったりいろいろ。あれ、黙ってしまいました。何でしょその追い切りの川田騎手の、う。まあ歯切れの悪さというかについてはっていうところですかね。そこに関してはちょっと。まあでもそのキラーアビリティを、まあ軸として考えれば十分にというところでしょうね。まあそうね、G13 着と、まあ、キラーアビリティに先着したっていうのは大きいよそうですね、ね。このこれ中はでもは。う方程式としては成り立つっちゃ成り立ちますよね。好調マリナ騎手はダノンスコーピオン本命。まあ、俺はちょっと諦められないんだよね、ジオグリフっての。ジオグリフね。
まあ、朝ぐらい5着の時も本命にしましたけど、はい、なんかやっぱデビュー戦で見せた記録は伊達じゃない、もう G1 取れるぐらいのつもりで今でもいるので、はい、っていうのは、次のこれ見ていただきたいんですけど、はい、まあよく言ってるよね、2歳戦の芝戦8、2戦で、はい、まあちょっといろいろ加えましたけど、レースの後半ゴハロンが57秒台と速く、はい、なおかつ上がり最速で勝った馬、うん、しかも33秒3以内、はい、ジオグリフ含めてわずか5頭、ね、はい、で5頭のうちの、まあ、3頭はね、うん、まあ、今までも何度も名前出したよね、はい、ディープインパクト、ワグネリアン、コントレイル、全員ダービー馬ね、うん、はい、残りの2頭のうちの1頭がジオグリフで、はい、あともう1頭は去年のトースポハイ、イクイノックス、はい、はい、イクイノックス強かったですよね、うん、うん、ってなると、まあ追いかけるべき馬はジオグリフとイクイノックスっていう、はい、方程式になるんだな俺の中では、うん、はい、だからなんかいろいろ聞くとこによるとジオグリフ、まあちょっと気球後、うん、まあ、走りが雑になってたところがあるとか、うん、まあちょっと喉の具合が点々点とか、うんうん、でイクイノックスはイクイノックスでなんかトースポハイから皐月賞ぶつけたっていう話だもんね。ね、直行ですもんね。そうですね。非常に困る。うん、困りますね。はい。なんかこう指針となるものがね、やっぱり近くにあった方がいいですよね。だ、本当ね、ジオグリフよりも安全牌で朝日の方にしようかななんて考えも少しはあったんだけど。うん、はい。でもやっぱりそこでちょっと曲げちゃいかんということで57キロでもジオグリフにいたしましたが、うん、はい、目黒さんがなんと私は朝日にしました、ね、っていうかトースポハイのイクイノックスが結構衝撃で私の中では、あれは、うん、もうあこれも来年はイクイノックスだなみたいな、なんかそういうイメージがもうついちゃったわけですよ。つくね、うん、でまあそれに比べたらね、やっぱり2着に負けてはいるんだけれども、うん、まあそれでも決してこう格好悪いレースぶりではなかったので、うん、これはちょっと朝日のまた田辺騎手でね、まあ先週も勝ってて2週連続あるのかないのかっていうのも結構ネットでは言われてますけど、いや調子に乗ったら田辺騎手も怖いよと思いながら朝日にしました。まあ、これ、はい、まあ新馬戦がねジオグリフの2着、うん、で前走がその言われたようにイクイノックスの2着、はい、あともう1回の2着アスクビクターゴアってのも結構、うん、未処理戦強かったんだよな、はい、この時、はい、なので結構ね強い相手とやって負けてはいるんですよ、うん、そうなんですよ。あとこのカレンブラックヒルっていう血がどこまで出世するのか、はい、そこにも興味はありますけどね。そうですね、なんかこうなんかジオグリフの前走はちょっとマイル距離が足りないのかしらっていうなんかちょっと思ったりもしたんですよ、うん、結局いい足なんかこう不発に終わっちゃったのそういうところかなみたいなあったんだけど、そうカレンブラックヒルだとそれこそなんかマイルのイメージが強すぎて、うん、はい、まあでもね毎朝刊とかも勝ってるから1008もいけるよな、まあ、ぐらいはでしょう ね、うん、ねこの先どこまでっていう感じはしますけど、はい、まあ、それはジオグリフにも言えるんだよな、うんうん、ドレフォン、まあ、はい、初年度3区で、はい、まだやっぱデータが少ないっていうね、うん、はい、そうですね、うん、まあでも結構成績はねやっぱりいいですけど、新馬戦だけだったらダービー馬なんだけどね。そうですよね、うん、本当にその通り、まあ、ということで、マリナ記者がダノンスコーピオンが本命で、武田さんはジオグリフが本命、私は朝日ということにさせていただきました。さあ続いて京都記念です。京都記念ね、はい、もう消去法っすわ、はい、レッドから、まあ、まずねサンレーポケット、うん、まあすっごい右回りが久しぶり、
そう、もうね、これね、左回りだったらってね、思うけど、陣営は関係ないってとは言いますけど、まあちょっとオープン使ったことないんだよ、右回りでは。そうですよね。でもだって左回りスペシャリストのイメージですもまあ、ジャングルポケットん。からトニー・ビンに遡る血だから、本当そうそうでなんすだよよね。ね。で、ユーバー・レーベン。客室的に阪神の2200、しかも開幕週がアウトはやっぱり思えない。で、まあ、うちから言ってますけど、ジェラルディーナ、まあ、距離が初めて。レッドジェネス、まあ、菊花賞で本命にして惨敗しちゃった馬なんですけど、まあ、これ対抗にはしましたけど、まあ、強い4歳世代でもあるしね。でもやっぱディープってのも基本この阪神内回りってのが、宝塚で成績が上がらないようにコースがそんなに向かないんだな。で、マリア・エレーナ、まあ、うちに戻りますけど、愛知杯2着、その前、新潟牝馬ステークス勝ち、まあ一気の相手強化っすよ。そうですね。だから消去法で残ったんだ、レッドガランって。消去法ね。でもね、ひょっとしたらひょっとするよ。いや、ちょっというとのは。ね、変なデータ見つけたのよ。まあ、親父ロードカナロアじゃない。ロードカナロアって今このレッドカラーの7歳ってのが一番上の世代なんだけど、6歳7歳だけ距離こなすのよ。ああ、そうなんだ。だからアーモンドアイもオッケーだったってことだよアーね。モンドアイが今では7歳、サートルナーリア6歳、まあもちろんその中にもダノンスマッシュみたいな短距離はいるけど、3、4、5歳に距離こなしたっていうのはほぼいない。2200以上の重賞勝ち馬、いまだゼロ。じゃあステルビオみたいなのが多いってことだ。まあ、2000で、パンサラッサかな。で、2200m 以上になるとね、今の5歳以下ね、2勝クラスも勝ってないのかな。なんとそうなんですね。この6、7歳世代だけは距離こなすんだわ。じゃあもうレッドガランは一応合格なわけですね。合格だと思って。で、しかも前走の京都金杯勝ちって過去の5勝のどれよりも着差が大きいのよ。2馬身半差0秒4。中山金杯。中山金杯ということで本命にいたしました。ロードカナロアさんとレッドガランが本命です。最後にマリナ記者もう一発。マリナ記者は本命ジェラルディーナですね。今思い切り距離が初めてと言われてバッサリ切られちゃったんですけど。レッドカラーも初めてだから。そっか。 いやでもまあジェラルディーナは一応こう阪神のコース自体はこう経験済みなんで相性はいいのかなと。前走のチャレンジカップはもう完全に左右内枠だったのがちょっと影響してしまって、ちょうど動きたいところで動けなかったっていうのがもう敗因かなと思ったので、まあ今回は枠も9枠といいところだったんで、前回のようにはならないのではないかと。じゃあまあ見直しの手ということになるわけですね。そうですね。もう一ついじめてやろうかな。どうぞ。え？モーリスって何でしょ2200以上重賞勝った馬いないんだよ。う。うわー、いじめられた。でも最初に勝つ馬になるかもしれないからね。まあね。そうですよ。母ジェンティルドンナですからね。そうだな。血はいいですよ。そうすだごく。な。ジェンティルドンナってのも期待したほど子供がいまいちの子結果供だがからな。な。自分が頑張りすぎたんですよ。そう、いや、だから数使いすぎてるから繁殖牝馬としてはっていうのがそうなちょっるとことでね。すよね。さあ、この若きマリナの予想が勝つか、俺が貫禄というか、貫禄体型がじゃなくて。うるさいな。先生 となるかね。
注目のマリナ記者の本命はジェラルディーナです。そして武田さんはレッドガランということで、どうなるか、結果はマリナ記者に乗る人が多いかもしれませんけれども、あ、結構です。まずは武田さんも当てましょうね。ということで、最近本当にいい結果が出ないんでね。今回は共同通信案と京都記念についてお話しさせていただきました。ぜひ皆さんもですね、参考になさって、マリナ記者に乗るのも OK、 ぜひ財布を膨らましていただければと思います。ということで、この辺で失礼したいと思います。ぜひ皆さん今週も頑張ってください。失礼いたします。